はい、注目2回戦のコーナーです。週刊ギャロップの和田です。はい、おじです。はい、今週はですね、新潟でオープン特別はダリア賞、新潟にサイステークスのに向けてのステップレースという形にはなりますが、はい、私マイネグラティアというシカト厩舎のユニバース3区牝馬なんですけど、はい、中で大外一騎でぶっこ抜いた馬ですね。なかなか豪快な勝ちっぷりで、まあ、ここに向けて順調に来ているということなので、はい、注目しています。はいはい、その他では、そうですね、福島で勝った国では、うん、はい、ユールドゥ、おお、なるほど、戦2で勝ったんですけどね、うん、レースぶりから距離伸びて良さそうだなと、はい、いう感じでしたしね、うんうん、いいんじゃないですか。いいでしょうか。まあ1004、まあ1004ね、1006、陣営は1006ぐらいいけるんじゃないかな。なるほどね、手応えをつかんだみたいです。はい、まあ、その他西の稲妻、アプロスターズ、ディスティニーラブ、コスモマイルール、そして初ガツオなどなど、まあ、注目というところですが、あとは新馬戦ということですけれども、やっぱり新潟には関西馬がまた今週もそうですね、両決のディープインパクトが勢ぞろい、はい、という形です。まずその土曜日の5レースに芝 1800m あるんですけれども、はい、まずはガニバルディですかね。藤原秀明厩舎、マルカシェンコとかザレマの弟ということになりますけど、はい、まあ、シャダカンブンも春先から評判になってた馬なので、はい、いい動きを見せているようですし、まあ、福永祐一騎手も評価は高いと。それから池江厩舎のオリハルコン、こちらもディープインパクト3区で、デビュー勝ちしたビルジニアの弟ということになりますね。こちらは岩戸、あ、岩戸じゃない、岩田騎手とのコンビということです。はい、それからもう一頭、日曜日芝1006の方に、クイーンズシアターという安田隆之厩舎なんですが、こちらもディープインパクト3区、エリザベス・ローレンからクリーンスプマンテの下ということで、こちらも両決ですね。はい、函館を軽く触れましょうか。函館にも芝1008日曜日にあります。まあ、藤沢厩舎のバウンスシャッセという全ドロプロ3区牝馬なんですけれども、はい、フォーカーテンペストの下ということで、牝馬なんですけどね、なかなかこうタフさがあって陣営の評価は高いですね。はい、里のフェラーリに続いてデビュー勝ちになるか注目したいと思います。はい、今週はそんなところでしょうか。そんなところですかね。はい、まあ、そのあたりに注目していただきたいと思います。はい、ありがとうございました。